山本君はサッカー部ではエースで僕たちをいじめて遊んでいた。僕と木下君はある日校舎裏に呼び出されて、一発ギャグしろよ。僕らは滑る。両方おもんね。これ罰ゲームと言って僕らの尻を思いっきり蹴った。痛い痛い。転げ回っていると、やっべ、イモムシみてえだ。山本君たちは笑った。ある日教室で山本君に超強豪校へのスポーツ推薦が決まって学費も優遇されると聞いた。僕は木下君に言った。許せない、復讐しよう。僕が計画を立て、パソコンとか機械が好きな木下君が準備を主導した。いつものように校舎裏に集められ蹴られる。でもこの日はいつもと違う。終わった後僕らは木下君の家に集まった。大丈夫、ちゃんと取れてるよ。よし、これであいつを地獄に落とせる。僕らは山本君が僕らを蹴っている映像を盗撮していた。それをモザイク処理させてネットに流出させる。拡散希望、森井中学校3年生の裏の顔。瞬く間に拡散されて炎上した。こんなやつが推薦なんてありえないだろう。高校先にも嫁が行って推薦は取り消された。1週間後に学校に行くと疲れ切った顔の山本くんがいた。お前のいじめが全部悪いんだからな、性格の腐ったクソ野郎。お前なんかが推薦もらえる世の中が間違ってるんだ。サッカーする前に性格直せ。仕返ししようとするなよ。僕には日本中に仲間がいるんだ。また流出させるぞ。山本くんは何も言い返せずうつむいていた。それから中学校卒業まで平和に過ごし、山本くんはサッカーをやめて、僕と木下くんは親友としてずっと仲良くやっていた。